ありがとう整体の平野です。先ほどですね、カップルの方が来られて、日本人の女性の方と、外国人の、ね、男性の方で、日本人の女性をやっている間、外国人の方はもうずっとこうスマホを、ね、下向いてこうやってやってたんですけども、その中でですね、その外国の方は僕がこう施術をする中で、本当にこう、なんていうのかな、やっぱりこの中心がこうすごく綺麗にこうすぐにこう取れてくるんですね。で、はっきり言って治り方が早いという中でですね、日本人はもともとやっぱりこの猫背が多くて、どうしてなんでしょうねっていうね、彼女からの質問で、それはですね、後頭部のこの、丸まり、これは完全に、外国人ってですね、いろいろおられるのであれなんですけど、基本的にね、大きな意味の外国人の方は、ここがボコンとなっていて、日本人、東洋人かもしれないんだけども、そういう人たちは、基本的にはペターンとね、なんです、絶壁の形になっていて、で、ここでですね、これ昔の師匠に教えてもらったんですけども、外人さんはこちらがこうすごくボコンと出ているので、前に意識がね、行きにくい。ここで止めてくれるので、前に意識が行きにくい。で、日本人はここに、つっかい棒がないんで、簡単に前に行ってしまう。それが、猫背をね、生むという話をね、してくださいました。本当に今日、改めてその外人さんのね、頭を見たら、やっぱりここが膨らんでるんですね。すごくボコンと膨らんでいて。ですから、そういう人たちが、ある程度スマホをやってもですね、まだおろ、あの、体を起こせる。そして、これはちょっとわからないけども、感情的に言ってもですね、日本人っていうかその、ここにつっかえ棒がないんで、どうしても心配、怖い、不安だっていうね、前に行きやすい。で、その外国の方たちはですね、ここで止めてくれるので、一応悲しい思いもしてもね、でも大丈夫だ、みたいなね、そんな形になる、のではないかなというふうに、思いました。で、その昔のね、師匠曰く、この頭の差がですね、あって、前に行きにくいんだけども、ただ、それでも、その、昔の師匠さんは、ご師匠さんは、外国の方とかね、外国に行ってこう、治療とかもされてた方なので、それでも、このスマホ、パソコンが出始めた時に、どんどんやっぱり前に行って、なかなかそれでもこう起こすのにね、だんだん難しくなってきたな、というね、ことをぽつりと言ったのを思い出しました。そんな感じで、特に日本人は前に行きやすいので、パソコン、スマホ、すごくやっている人、そして、落ち込みやすい人、これはですね、ぜひ頭をね、意識を後ろにしっかり持って、体と意識をね、後ろにちゃんと持っていけるようなね、このありがとう整体がですね、今のこの現代社会、スマホ、パソコン、やってる方たちに対してね、非常に有効だと、私は思います。そこでですね、本当に今年度中にね、確実に値上げをね、させていただきます。ただ、この、このね、施術室もね、これちょっと閉院することにしたので、どれぐらい上げるかね、そこはちょっとまだ金額、そして時期、はね、これ未定なんですが、もう確実にね、今私の整体はですね、皆様というか、スマホ、パソコンをね、すごくやっている人たちにとってね、すごく必要な整体だと、確信を、持ちました。それをね、胸をすごく開ける、そんな整体だと確信しましたので、今までね、ずっと値上げしてこなかったですけどもね、大幅な値上げを考えています。ぜひね、興味のある方はね、値上げをする前にですね、一度お試ししてみてください。よろしくお願いいたします。